今日も頑張ろう、楽しもうね、始まるよ。タクロさんのカバーだけがたくさん再生されるビタミンチャンネルへようこそ。はい、なぜか、タクロさんのカバーだけが、たくさん再生いただくというチャンネルになってまいりますが、どういうことなのかよく分かりません。でもタクロさんをやります。だからタクロさんをやります。花嫁になる君に。カポつけるの忘れました。これせっかくここまで来てカポつけないのに引き継ぐというね、いい加減なやつですよね。2回聞ける人嬉しいかもしれないですね。花嫁になる君に。指が溢れたらポツンとしてしまった椿の花みたいに、僕を笑わせた後でその宣言をしたのだった。お料理を習うのも不満ざらしてたもんじゃないよ。そちらから電話を切ったから君はもっと他のことも言おうとしてたんだ。僕の退屈さを救ってくれる君はいなくなったのだ。お料理を習うのもまんざら捨てたもんじゃないよ。突然とても確かになったのは、取り残されたのは僕だったということなんだ。ありがとうございました。久しぶりに弾いたんですけどうまくできました。拓郎さんの曲ってね、最後失敗したらもう全てがおじゃんっていうやつたくさんあるじゃないですか。もう投稿済みですけども、例えば旅の宿もね、エンディングが失敗したらもう全てがおじゃんじゃないですか。かっこよく、こう とかうまくいったらいいけど、失敗したらね、もう元子もないという、その恐怖感も奏者にはあるんですよね。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。